ベネフィットワンモノリスのチームリーダーをやらせていただきます、エリナ水野です。よろしくお願いします。緊張しました。でも、自分の中でやらないっていう選択肢はなくて、実は私はそこまでコンテストとかこういうリーグみたいなのは出てきてはいないんですけど、それにこういう形で携われるっていうのはすごく光栄だなって思ったし、そのプレッシャーの中でなんかこの掴み取っていく何かがこう輝いてお客さんに見えたら嬉しいなって思ったので、もう即決でやらせていただきました。ハルさんが言っているいろんな色が出せるチームになるのかなって思うので、私自身がみんなのことをリスペクトして、でみんなにリスペクトしてもらえるように努力して、そういうなんか相乗効果が出るチームになればいいなと思ってます。ダンスを広く知ってもらえるいい機会なんじゃないかなっていうふうに思ってます。でさらに説得力がある、みんなやっぱりスキルがあってこういうビジュアルがあってっていうことだから、そのダンサーにも世間一般の人にも知ってもらえるのがすごくいいなって思いましたし、そのビジュアルだけじゃなくてやっぱダンスにプライドを持ってやってるから、ダンサーの人にも認められたら最高にかっこいいんじゃないかなって思います。